バイ。何これちょっとすごいですね。今見始めたらこれ何の番組だろうっていう、かなり革新的な子供番組になってます何これ、はい、お兄さんだよ。お二人前行きましょうか。ね、こっちなこちゃんたちはね、前にいらっしゃい。じゃあ僕がここに行きますね。はい。はい。革新的な。何この、何でしょうねこの。これ何？今までにない感じですね。これなんだろう。え、お二人と監督は今日初めて会う。初めてですよ。初めまして。本当に。何これ？ね、このブー。バラ色のブークを作った監督さんですよ、はい、あ、マラソンが来ましたね、はい、はい、ここで先ほどは休憩していて道に迷っていたマラソンどうなったでしょうかあれ、あ、できましたね、薄着になってますね、どうですか、セクシー路線になってますよあらららららら、らやべえやべえ、なんか2丁目のおかまみたいなやべえ、もう何してるんですか。和田アキ子さんになってみましたあー、なるほど、あー、ネタを変えたんですね、変えたんですね、指原さんだけじゃ絵がもったないなと思ったんで、ね、あ、和田アキ子になってみた、はい、さっき滑ってます滑ってますか、はい、さっきは海にいましたけど戻ってきたんですね、戻ってさす、アッコさんになったんですけど、滑ってるんだったらネタやるのやめた方がいいですよね。ちょっとやっぱり携帯の画面だと滑りやすいですスタジオだったら伝わったかもしれない。あ、中継がちょっと途切れてしまいましたねすごい、はい、大体いつもこの時間ぐらいしか持たないんですね、やべえ、はい、やばいよ、もう 滑って終わりじゃん、やばいな、かわいそう、監督ね、いらっしゃらないときさっき休憩までして、おまけに、はい、六本木界隈って言ってたのに後ろに海が見えるってところまで行っちゃってたんですけど、マジですか、はい、なんとか六本木には帰ってきているような感じでしたね。多分それはね、精一杯のボケだったと思いますなんか、六本木ちゃうやん的なボケだったと思うんですけど、それは滑っては、マジで返しちゃいました、あ、マジ返ししちゃいました一番悲惨な悲惨な感じのやつですね、はい、こっちがボケの意図を分からない、分からないっていうね、すごいパターンのやつですね。そうですね、私も今監督から伺うまでボケてるってことに気づきません多分ね、めっぱいのボケだと思います。あの会議の時に大丈夫か、行くのか、まあ行くかっていうやつですね、ただ必ず何かしらがこういい振り付けて、はい、ちゃんと滑ってもいいような手は打つんですけど、やっぱ中継だと打ちにくいですね、そういう手は打ちにくいですね。これ毎回でも同じタイミングでフリーズしてしまうのは狙いなんですかね。そうですね、なんかね、ちょっとフリーズするとアッコさんもちょっと触らないですね。そうですね、ちょっと次の中継また期待しましょう、はい、はい、さあまだ不幸自慢の方、あれ、世の中にはこんなに不幸な方いていいんですかね。大丈夫ですかね、はい、大丈夫かな、ちょっとなこちゃんね、大丈夫、聞いてみましょうか、大丈夫なの、ね、なことお名前は、松岡夏実です。夏実ちゃん、はい、夏実ちゃんも大丈夫でしょうか。夏実ちゃん大丈夫ですか、まあ、夏実ちゃんは18歳だから、まあ、はい、なんとか酸いも甘いもね、なこちゃん、なこちゃんちょっとこういろいろこうね、聞けるときは聞いて、いつもだと鬼ごっことかしてる年齢なんですよそうですよね、そうなんです、遊んでるもんね、うん、一番年下、一番 HKT では今一番下です、年下、12歳、12歳でも、かごちゃんとかが出てきた時12歳ですよね。でもそのぐらいの年齢でしたよね。それ考えたらこんなんだったんだそうですね、すごいな。なんで入ろうと思ったの。さしこちゃんが、うん、なこが握手会に行った時に、うん、受けて絶対受かるからって言われたので受けようと思ったんです。マジか、うん、博多で握手会があった、いや東京で、はい、その時はまだ AKB さんの方にいました、うん、それで、でも移籍しちゃったからなこも HKT 受けないとって追いかけてったんですって。嘘だろ、すごいですね、あいつずるい女なんだぜずるい女そんなにいい人じゃねえぞあいつ、大丈夫、
いやでも優しかった。優しかった。そうずるい女なんだね本当は。そうなんですか。そんな風に見えないか。見えない。もともと指原のファンなの？大好き。なんでなんかなんでテレビでなんかこの人がいいって指さしたらしいんです。お母さんが言ってた。うーん AKB 見ててこの人がいいって指さしたんだ。他にこの人いっぱいいるじゃん。だって当時はあっちゃんもゆうこちゃんもいたわけでしょ、ね、いっぱいだよ他に可愛い人。でもなんかさしこちゃんがいいって思ったんです。なんでだろうね、分かんない。面白い人が好きなの？あでも面白い人好きです。あそう可愛い可愛いとか美人さん。いやでも可愛いからさしこちゃんも、うん、本当？はい。だって多分なこちゃんこの人って刺した時には多分あいつ相当のブスだったと思う。可愛かったもんその時から。もう可愛かったその時は、はい、いつだろうね。いつなんだろう。俺は最近ようやく見れるようになってきたと思ってるんだよ。そんなことない。すごい。全然全然。あーそう。なこちゃんその初めてさしこさんを指さしたのいくつぐらいだったんですか？多分小学4年生とか3年生とか10歳とか11歳ぐらいの時にこの人です。あそう握手会に行こうと思ったのはもうファンだったから。はい。お姉ちゃんがまず AKB さん好きで、うん、お姉ちゃんは誰推しなの？なんかいっぱいいるんですよ、うん、お姉ちゃん一番最初は渡辺麻衣さんで、うん、その次が佐藤亜美奈さんで、うん、今 HKT の、うん友永美穂さんとか、うんうんうん、お姉ちゃんはね、はい、はい、そうなんだ。でもなこは最初から指原一筋。最初は、うん、お姉ちゃんの真似してまゆちゃんが好きって言ってたんですよ、うんうんうん、でも本当はいやその時は本当に好きだったんですけど、うん、ある日突然この人がいいって言ってから推しにします。おーマジか。まゆショックだな。でも今も好きですよ。まゆ、うん、ショック好き、はい。大抵の人は眉のことが好きだからな。大抵の人はね。松岡さん、あ、松岡さんは私、峯岸さんが好きでした。最初入る前は峯岸さんが好きで、うん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 、でもそんなにアイドル詳しくなかったので全然私はなこと違って分かんないまんま入りました、うん、分かんないまま入るってどういうこと？だから曲、最初のレッスンの頃は、うん、披露するわけじゃなくてまず特訓のために AKB さんの曲でレッスンするんですけど、うん、曲も知らなくてその会いたかったとかぐらいしか知らなかったので。なんで入ろうと思ったの？わかんないんです。でも芸能界にいつか入りたいなと思ってて、うん、たまたまその地元でオーディションがあったから受けてみようって。まあまあ地元で HKT っていうの作るよっていうのがあったから、はい、なんとなく興味あるな。そしたらなんか受かっちゃって、うん、ここにいます。受かっちゃってセンター割りになって、そう落とされました。いいぞいいぞ。そういうやっぱねセンター割りから落ちてきましたみたいなことが一個一個ネタになってったら、うん、ああいう人が呼んでくれるから。あそうですね。あいつ面白いなって、うんね、やっぱ指原さんも、ね、やっぱ文春乗ってから強くなりましたよ。強くなった。やっぱ強くなりましたね、うん、やっぱ本当文春が彼女を大きくした。本当にあいつ文春乗ってから鉄板だもんなネタが全部。なんか本当にもうマイレージばっかり溜まるんですとかさ。なんかあの僕があのめっちゃ仲いい、うん、あのモデルの男の子がいて、はい、そいつと撮影してる時になんか別のスタジオで撮影してて指原が、うん、でなんか挨拶に来るみたいなの来たんですよ、うんうん、でそのモデルの男の子が本当に指原の大ファンなんですよ、うんうん、でうわすげえ好きなんですって言ったらもうあのすっごく嬉しいんですけどこれ以上私なんかあるとジャカルタに行くことになっちゃうんですよ。すごいもういいネタいっぱい持っててやっぱそれはだから強いよ逆に。そうですね。もうどこまで落ちるんでしょうか私みたいな話持ってたらもう相当強い。すごい絶対もう、うん、ネタとしてもありと思って置くべきだと思う、はい、本当に逆に強みになってくって、ね、そうですね。もう不幸の人呼び込みしたくないですねこうなるともう。もう福田雄一司会の子供番組にしてほしいですね。夕方ですし、すごく斬新なね。はいはい、はい、まあでもね、ちょっとね呼んでみましょうか。はい、はいはい、続いての不幸自慢の方どうぞ。どうもD ハツラツの黒田愛子です。よろしくお願いします。
こんにちは。こんにちは、吉本から来ました、 D ハツラツの黒田愛子です。なこちゃん、あの人間なんだよ、ちゃんと人間、同じ人間だよ、同じ生き物だよ。はい、分かってる、はい、大丈夫よろしくお願いします、ね、こういう人もいるんだよ、こういう形の人もいるそうなんですよ逆にこういう形がありっていう状況で生きてる人、うん、分かるね、はい、何も言ってくれない逆にこの人は痩せちゃったらダメなんだ分かるよね、はい、分かるよね、はい、はい、じゃあ聞いてみましょうか、はい、はい、お願いします、私はサーロインステーキで不幸な女です。おお、どういうことでしょうね、何でしょうか。あの、うん、昔あのファミレスのホールでバイトしたんですよ、うんうん、はい、で普通にバイト行ったら店長に、うんうんうん、なんか地下にある冷蔵庫とか冷凍庫がバーっていっぱいある、うん、なんか保管庫みたいなのがあるんですけど、うん、もうそこに呼ばれて、うん、え、なんかなと思ってたら、うん、クロちゃん、あ、クロちゃんって呼んでるんですけど、うん、クロちゃん肉好きやんなって言われて、いや、今好きですけどって言って、うんうんうん、肉は好きですって言ったら、うんうん、好きだよなそう、好きなんですよ、うんうん、肉好きなんですよ、うんうん、肉好きそうだな、うん、なんかサーロインステーキに使うでっかい生肉あるんですけど、うん、それ知ってるって言われて、あ、うん、まあ知ってますよ、うん、こんなでっかいですよねって話してて、でもホールやからそれどこにあるかっていうのは分かれへんよなみたいな、うん、あ、そうですね、分かんないですね、うんうんうん、どこかなとか言ってたら、うん、じゃあ一発でこの中からサーロインステーキのある場所当てたら、うんうん、焼肉おごったるわって言われたんです。おおと思って、うん、やっぱ焼肉も好きですし、そうそう、好きそうだな、食べたいじゃないですか、うん、食べたそうな顔してるだから一生懸命考えてたんですよ、うち、うんうん、あれどこかなっていっぱいあるんで、うん、あ、でもここ取りやすいかなと考えて、じゃあここってやったんですよ、うん、うわーってやったら、はい、ブーってもう外れだったんですよ。外れだった、うわーと思って、うん、焼肉食べれんかったみたいな話したら、うん、じゃああと一回、あと一回だけチャンスあげるわって言われて、うん、え、何これと思って、うん、え、店長、うちに焼肉おごりたいんかなと思って、あらららら、おい、最初からそのつもりでやってんのかなと思って、あららら、あーと思って、うん、じゃあここって言って、うん、うわー、ハイブーってなって、うん、いや、それわかんないっすよみたいな話したんですよ、うん、ほんなら、なんかいきなりさ、なんかクロちゃんさみたいな、いつもリュックで着てるよなって言われて、うん、あ、そうっすね、ピンクのなんかリュックいつも着ちゃってたんですけど、うんうんうん、あ、どうにかどうにかなんか、そこに入ってるのかなって思って入ってなかったんだよ。ナコはオチを読んじゃダメだよもう今芸人さんが積んで積んだ今だいぶ積んでるからだ、ナコちゃんだそれやっぱりもうあのね、ちょっと今ちょっとナコはルール違反入ってなかったんですよ、ね、はい、入ってなかった、なかった、はい、で、いや入んないし、もともとそんなでっかいの、こんなんすから、うん、いや入んないですよ、みたいな話で、うんうん、あ、そう、つって、うん、じゃあラストチャンスあげるわって言われて、うん、正直に言ったら、うん、焼肉おごったるって言われたんですよ。ほう、ほう、いや、え、何言ってんのと思って、正直に、正直に、ね、え、何のことですかって言ったら、いや、実はな、うん、昨日生肉1個なくなってんじゃんってほう、おう、で正直に言え、え、何これと思って、おう、いや、ちょっと店長、うちふざかってますって言って、おう、いや、うちじゃないですよって、おうおうおう、いや、お前やろみたいな、正直言ったらもう、あららら、焼肉おごったるからみたいな、うん、かまかけてたと思って、うん、違うって、いや、お前やろってなって怒られた、そう怒られたって、ほんまに違うんですよ、うん、結局犯人、うん、キッチンのデブだったんですよキッチンのデブ違い、とんだデブ違いああと思って、それ生肉でどれぐらいの大きさのもんなの、本当にこんなでっかいんですよ、こんなぐらいがでかくて、でしかもビニールみたいにちょっと包まれてるだけなんですよ、包まれてるよね、あ、うん、下手したら血とか出るぐらいの、うん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 、そんなそれを盗んだと思われたんだそう、ガチで、なんでそんなこと思ってたのってみんなに聞いたんですよ、うんうん、だから、うん、